はいえー、皆さんこんばんは G ステージの柿原です、えー、いつもインスタグラムフェイスブックご覧くださいましてありがとうございますえっと今日はですね、えー、新しい春夏のコレクションからですねえっとイタリア製の生地を使ったインポートファブリックラインですね、えー、これはあの G ステージは、えー、春夏秋冬とオールシーズンですね こういういイタリアの生地を使った、えー、ジャケットであったりパンツであったりそういったものをやっているんですけれどもこの,あの春夏も、えー、かなり充実した内容で、えー、やっておりますので,です、ね、今日は、えー、そちらの、えー、イタリア製の生地を使った LINE からです、ねえー、こちらのウェブショップ限定のセットアップの商品ですねこの一方とあと、えー、こちら、えー、こういう豊かたジャージ生地ですね非常にあの顔立ちするこういうジャージ生地を使ったジャケット単体 の、えー、アイテムですねこれここちらをごご紹介させていいいいたただきとと思まますすありがとうございますでこの辺はねもう前回の,あの、えー、インスタライブの、ね、展示会でも全方、えー、ご紹介したんですけれども今年のこのイタリアンファブリックラインのですね、まあ、特徴としましてはですね、まあ、イタリア製の生地を使ってますのであの表面感はねこういう生地感豊かな生地感であったりあと色使いですねこういう生地の。 色使いであったりこういったところであの生地自体がね非常に表情があって豊かなものなんですけれどもそれにプラス今季はえっと着心地の良さですね結構伸縮性が効いているものであったりあの前回もねご紹介しましたこちらですけどもリネンなんですけれどもこう伸縮する素材のそういうものを使ってたりあったりですねあの結構こう見た目だけじゃなくて着心地の良さにもこだわったようなそういうあの。 記事をセレクトしてやってますのでですね、えー、その辺もご注目いただけましたらと思います。それから、あのセットアップですね、セットアップの企画もあの豊富にやってますのでですね。はい、ではですね、えー、っと、早速始めていきたいと思います。えー、っと、まずこちらですね、えー、っと、こちらは、えー、ウェブショップ限定のね、あの別注で、あのー、作っております、えー、商品になっております。こちらのセットアップの、えー、企画なんですけども、 右端、めちゃくちゃかっけえ、かっけえ。あれ、ありがとうございます、右端。あ、こちらですか、ありがとうございます。これからご紹介させていただきます。ありがとうございます。はい。これね、イタリアの生地使った、あの、これ上下セットアップの企画なんですけれどもね、これフェジテックスっていう、えー、イタリアの生地メーカーさんの生地なんですけれども、これあの、遠目で見るとね、あの、無地クに見えるんですけども、結構ね、これ、表面感が、 こう、凹凸感ある、この鹿の子調のね、ちょっとひし形のような、こういう、あの、非常に表情が豊かな生地を使ってます。こんな感じです。で、あの、ちょっとね、ふっくらとした大餅なんですけれども、これなぜかっていうとですね、これね、ウールがね、結構入ってるんですよ。これね、これ見てもらうえっ、ー、とね、ウールがね、52%入ってます。 なんで結構ね、表面感はこういうちょっとふっくらとしたね、お持ちなんですけれども、これあの、触った、この肌感というか、そういうのはね、非常にドライタッチで、これね、金子町のこういう凹凸あるあの素材になっているので、非常にドライタッチです。ですごく柔らかいです。この柔らかさもこのウール特有の柔らかさ,柔らかさが出てるんですけど表面こんな感じです。で、裏側はこんな感じ。 なんですけれども、表面がねこういうちょっとシャリ感のある夏っぽいえ非常に豊かな表情の生地を使ってますでこれこんな感じでまた伸ばすとこ難しいですけども、えー、こう伸縮しますのでこれ今日ね私着てるんですけどね着心地もすごくいいです、えー、こういう生地を使ったこのセットアップの企画をやってますちょっとねデザイン的なところをご紹介させていただくと えーまあ、ジャケットはねもうオーソドックスなこんな感じのシングルの、えー、ベーシックな形のジャケットです見せて <laughs> そうだ見せ <laughs> はい今日私、俺着てますこんな感じです私これ46サイズ1 7 0センチなんですけども、えー、今日このグレーを着てますこんな感じですねであのパ,ンパンツもね、こういう,こう本当に。 形はね、すごくオーソドックスな形なんですけれども、生地感が非常に、こう、寄って見ていただくと分かると思うんですけど、こうやって見て、見せた方が安い,いですよね。こんな感じでこんな感じの生地感です。はい。非常にあの、どう,いうんですかね、着心地がむちゃくちゃいいセットアップになってます。ジャケットもパンツもね。はい。ありがとうございます。むちゃくちゃ気持ちいいですよ、これ。はい。 であの特徴としましてはこれあの前回もご紹介しましたけど贅沢に裏地ラジリバティのこういう花柄のう花ラジ裏地使ってます、こんな感じですでもちろん、ね、あの肩パッドとかそういうのも全部、ね、ないライトな仕立てで非常に着心地の良さにこだわった、えー、仕立てになってますでサイドベンツですねでポケットが、えー、両脇についている感じです裏側はこんな感じですね。 これも伸縮する素材なんでビンビン伸びますなんでめちゃくちゃ表心地いいですはいでパッチポケットでね私今季のね G ステージ本当にね,このねボタン使いすごい好きなんですねこれあのグレーなんですけれどもこれグレーにはこういうねあのホワイトのボタンを使ってますこんな感じ非常に夏っぽい表情になってますねこんな感じです であとパンツの方は、えー、いつもおなじみのギアスーツえー、あ上定規いくらですかあ,ありがとうございますえっ、ー、とねジャケットが2万6000円でパンツが1万5000円ですねになっておりますプラス消費税ですねありがとうございますこれイタリアの生地を使ってますので非常に、あのー、お買い求めやすい価格帯になっておりますありがとうございますでパンツは A2 こういうテーパードシルエットのねきれいめのシルエットの、えー、パンツなんですけれども、えー、こちらもですね、えー、おなじみの、えー、こういうセンタークリスラインを縫い上げたいくら動いてもらってもね全然こういう折り目が消えないというそういう仕掛けになってますでウエストは、えー、ドローコードと、えー、ベルトロップがついてる、えー、ツーウェイで着ていただける感じになってますで先ほど見ていただいたようにですね えー、あ、170、百七十センチで61キロでいらっしゃるんですね。あ、これね、私ね、170センチでね、本当にね、今58とかなので、こんな感じ、これ私46サイズですね。46サイズでぴったりです、私。こんな感じです。パンツもジャケットもぴったりですね。こんな感じです。ありがとうございます。46で大丈夫だと思います。ありがとうございます。 はい、結構、ね、これあのこう折りが、ね、あの凹凸感のある表情のある折り殻が入って,入っているのでジャケットとパンツ、ね、単体でも本当に活躍する商品なのでこんな感じで単体で使ってもらってもね、はい、このパンツなんかも、ね、これジャケットパンとかにすごくいいと思いますこれグレ,ーグレーのカラーなんですけども非常にあの上品なカラーになってますありがとうございます 46サイズありがとうございますあ,ありがとうございますぜひご検討くださいましてありがとうございますはいでカラーがですね一応こちらグレーグレーが一番このね生地感がこの、えー、折りのねこういうのが出て一番あのわ、ー、かりやすいんですけどもこのグレーとあとこのベージュこれねベージュめちゃくちゃいい色です僕実はこのベージュが一番好きなんですけどもこれねあんまりねこう 画面ではね表現できないんですけどこのベージュむちゃくちゃいい色ですよこれこんな感じででねベージュはねこういうねこのボタンの色もすごくいいんですよこれね分かりづらいですかねこれブラウンなんですよねこういうちょっと輝きのあるブラウン使ってますこういう優しいねベージュの色にこういうブラウンのボタンが入ってますこのベージュとあとネイビーですねベーシックなネイビー ベーシックのお風呂なんですけどもきっちりとねこういうあの顔立ちする、えー、こういう表面化になってますのでベージュめちゃめちゃかっけーありがとうございますこれかっこいいでしょ <laughs> これねもう僕このベージュめちゃくちゃ好きなんですよ大人っぽいですよねこのベージュねありがとうございますこの3色やってますちょっと今日またねコーディネートで合わせてご紹介させていただきますけどもえっ、ー、とねまずこの えっと先ほどご紹介したグレーですねこちらはねもうリバティこういうちょっとね、えー、今年優しい感じのこういうフラワー柄とかたくさんガリポリでやってるんですけどもこういうリバティとかもすごく合いますこれ白いボタンが効いてますよねこんな感じででまあこれリバティのねこの、えー、サンフラワープリントの、えー、シャツ合わせてますけれども先ほどもご紹介したようにですね背裏もこれ リバティですので、こんな感じです。こ <laughs> うリンクさせたようなこういうコーディネートも、えー、可能になっておりますので、はい。非常に夏らしいコーディネートですね。このね、イタリアのジャケットはね、僕個人的にはね、シャツを合わせてもらいたいですね。非常にかっこいいと思います。はい。で、あと、こちら、えー、ベージュ。かっこいいですね、このベージュ。 ベージュはですね、もうシンプルに、えー、今日は白の白 T を合わせてます白 T でもちょっとね、あのこういう、えー、ちょっと見づらいかなボタニカルのねジャガードが入った白 T を合わせてるんですけどもちょっとこういうラフな感じにさらっと着ていただくこともできますこうやってドローコードをねこう外にこう出していただいて、ね、ラフに着ていただいてもいいと思いますこれ非常に上品なベージュですはい で、ネイビーはね、ちょっとね、今日はもう、あえて、あえてですけども、あの、こういう、えー、お仕事のスタイルを組んでみました。あの、全然ね、中に白ティとか、えー、コロティとかね、合わせてもらってもいいと思うんですけれども、今日はもう、あえて、お仕事にも使えるね、これベーシックなデザインのジャケットとパンツですので、綺麗めのね、デザインの、えー、アイテムになりますので、お仕事でも全然着ていただけます。こんな感じです。ネイビー、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。 で、これね、ワンセットあると非常にジャケット単体でもパンツ単体でもですね、カジュアルでも、えー、こういうドレッシーにでもね、着ていただけますのでね、パンツもね、非常に応用が利く、ベーシックな綺麗めなシルエットなので、はい、ありがとうございます。でね、これね、伸縮する素材でむちゃくちゃ柔らかいので、シワとかにもならないです。こんな感じです。で、センタープリーズラインも消えません。はい。 非常にパンツ単体でも、あのー、活躍しますので、ありがとうございます。これがまず、えウェブショップ限定でやってるですね、えー、このセットアップですね、ご紹介させていただきました。それから次にですね、これかっこいいでしょ、これ。買います、買います、買います。ありがとうございます。買ってください、買ってください、買ってくださいって3回言いました。僕もありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます。 で、これ、めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ。これね、あのー、前回もね、ご紹介しましたけれどもね、スポルテックスっていうイタリアをね、こちらはあの、えっ、ー、と、スポーツウェアとかね、レジャーウェアとか、えー、手掛けておられるね、これ、生地屋さんなんですけど、イタリアのね、えー、そちらの生地を使ってます。新種服後藤さんで G0 ネイビーダブルジャケット購入しますよ。あ、ありがとうございますありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。 も後藤さん、後藤さんね、たくさんね、うちの商品、とりあえず使っていただいてますもんね、ありがとうございます。はい、あの、ダブルの G0、めちゃくちゃ売れてます。はい。もう、むちゃくちゃおすすめです。またね、あのこちらでもご紹介したいと思うんですけども、ダブルかっこいいですよね、ダブル、このね、G ステージ、この春夏、ダブル結構やってるんですけども、これもね、このダブルのジャケットもね、これで、ジャージ生地なんですよ、これ。ジャージ生地の、こういうちょっとね、えー、っと、タック編み。 えー、天竺のタック紙のね、こういうジャージ生地。これネイビー時にね、こういうブラウンのあの、ストライプがね、ダイナミックに入ってるんですけれども、こういう形でね、結構トラッドなね、大持ちなんですけれども、実は素材はジャージ生地っていう、これもめちゃくちゃ、えー、気持ちいい生地になりますので、こんな感じです。で、やっぱりね、ポイントはこちらのね、メタルボタンですね。メタルボタンがね、これ結構ね、 このボタン使いも僕好きなんです。アンティークのね、アンティークゴールドじゃなくてね、アンティークブラウンなんですよ、これ。こんな感じです。で、ちょっとね、生地感がね、あのー、ちょっと、洗いがかったようなね、ィンテージっぽい生地感になってて、めちゃくちゃ柔らかいです。あ、えーとね、リネンシャツは、 ご紹介してもらえませんかあ、ありがとうございます。リネンシャツ。ちょっとまたね、今日はね、あのー、やってないんですけどね、またちょっと後日させてもらいます。ちょっとね、リネンシャツのね、あのー、お手合わせ、本当にたくさんいただいてて、あのー、ちょっと今、生産がね、ちょっとね、工場がね、あのー、ちょっと生産が遅れちゃってましてね、ちょっと、その、納期のところで今、遅れちゃってるところがありまして、すいません。もう本当にね、たくさん、あのー、お手合わせいただいてます。すごいね、今年、リネンシャツ、いい色やってるので、 すいません。もう少し、あの、お待ちいただきましたらと思います。ありがとうございます。こちらに合わせてるね、本日は、あの、合わせてるこちらのブラウンのね、リネンシャツはずっと、あの、定番でやってるお色なんですけれども。はい。ありがとうございます。リネンシャツいいっすよね、今年のね、あの、全部色なんで、僕も早く上がってきてほしいんですけどね。ありがとうございます。 で、一応コーディネートね、ご紹介すると、えー、こういう、えっ、ー、と、僕はね、結構こういうダブルのジャケットのこういうジーンズ合わすのがすごい好きなんで、今日もジーンズ合わしてます。で、これ、素材感がね、先ほども申しましたように、結構ね、ジャージ素材のね、カジュアルな感じのあの素材ですのでね、こういうジーンズとかにもすごく合いますので。で、中には、えー、ガリポリのこのブラウンのリネシャツを合わせてます。 こういうコーディネートもね、個人的にすごい好きなんですけども、こんな感じです。で、こちらの方もね、えー、これスポルテックス、イタリアの生地使ったジャケットで、えー、29,800円プラス税になってます。はい。これもめちゃくちゃかっこいいです。イタリアっぽいですよね。ありがとうございます。で、最後にこちら、このジャケットも僕すごい好きなんですけども、これもね、先ほどと同じスポルテックスっていう生地屋さん。 のえー、生地を使ったこちらはのネイビーの、ねえー、シングルのジャケットですけれども、えー、こちらはねこういう生地感こんな感じでこちらもね、えー、タッカ紙のこういう表情豊かな生地感になっているんですけども先ほどのものと比べたらねあの無地なんですけども結構この表面感がしっかりしているこういう生地感になっていますでこれもジャージ生地です染色するジャージ生地で これの特徴もやっぱりね、このね、ボタン使いです。これシルバーです。シルバーのボタン使ってます。もうこれだけで本当にね、夏っぽい、えー、イメージになりますので、ネイビーにシルバーすごいかっこいいと思います。で、今日はね、あの、このシルバーのシャツ、シルバーのカモフラシャツを合わせてます。これシルバーとシルバーでリン,リンクさせてね、それに白パンを合わせるという、あの、僕大好きな、大好物な、 えー、コーディネートなんですけれども今日もこれで組ませてもらいましたありがとうございますこれも本当にねあの生地自体がジャージ生地で非常に軽くて伸縮する生地であの作りはねあの先ほどのジャケットと同じように肩パッドとかもついてなくて1枚仕立てのねジャケットになってますでこういうねジャージ生地のジャケットは本当にねあのこうくるくるっとちっちゃくこう畳んでね ポンとこう、あの、荷物の中にも入れ,れたりするので、非常に使い勝手もいいです。あの、シワにならないんでね。はい。で、この辺のイタリア製の生地を使った、こういうジャージ素材なんで、表面感も表情もね、非常に豊かな表情です。ありがとうございます。で、こちらのえーネイビーのシングルンジャケットは2万6000円プラスでになっています。ありがとうございます。もう個人的にね、 めちゃくちゃゃくおすすめですよこの辺ありがとうございますはい以上でございますちょっとねあの今どんどんねあのネットショップの方でも新しい商品がどんどん入っていってますのでねあのちょっと一日でも早くあの新商品どんどん紹介していきたいものがいっぱいあるんですけれどもまたですね、えー、週末使ってですね、えー、一つ一つ深掘りしてご紹介していきたいと思いますのでありがとうございます はい。何か皆さんご質問ありますでしょうか大丈夫でしょうかはい。ベージュめちゃくちゃおすすめです。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はい。 ちょっと、ね、あのまた繰り返しになるんですけれどもこちら大阪のね内本町にこういうあのショールームをやってますでこちらの方で、えー、ウェブショップで取り扱っている商品をべてですねご試着それからそのままご購入もいただけるという、えー、ショールーミングのサービスをやってます平日のみのねあのアポイント制のサービスになるんですけれども事前にこの商品の、えー、この色のこのサイズというふうにおっしゃっていただきましたらですね、えー、取り揃えてですね、えー、ご試着 いいただだけまますのでご利用くださいませで同様のサービスは東京の、ね、弊社の原宿のオフィスの方でもやっております、それから名古屋ではサロネジェンティーレというねです、ね、中区の店舗さんですね、こちらの方でも、えー、同様のショールームのサービスをやっております。 それからの百貨店の方ではですね、東京では池、えー、袋の東武百貨店の5階、それから渋谷西部の5階ですね、で大阪では、えー、阪神百貨店の6階、こちらの方で G ステージは常時取り扱っていただいております。でネットショップで、ね、扱っている商品というのはあの全て、ね、あの置いているわけではないので、ですね、気になる商品ございましたら事前にですね、ご確認いただきまして、えー、ご利用いただけましたらと思います。ありがとうございます。 ちょっと、ね、今日の、ね、YouTube の配信の方もです、ねあのー、週末にアーカイブ配信をやっておりますのでこの、あのー、アーカイブ配信の方ではです、ね、横長の、えー、動画を、えー、新たに撮ってです、ねえー、追加して、あのー、配信しておりますので,です、ねえー、YouTube の方もです、ねえー、ご覧いただけましたらと思いますありがとうございます他は何か大丈夫でしょうかありがとうございます ちょっとね、夏本番が本当に近づいてきまして、あのー、衣替えもね、皆さんされてると思うんですけれども、はい。またこういう軽,軽めのね、ライトジャケット、これから本当に活躍する、えー、季節になってまいりましたので、また皆さんご覧いただけましたらと思います。ありがとうございます。はい。よろしいでしょうかでは、今日はこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございます。 失礼します。